はい、皆さんこんにちは。りなです。なかです。 AT ブログです。この AT ブログを再開してから2ヶ月経ちました。で、いろんなコメントをいただいて、いつもね、ありがたいコメントありがとうございます。はい、ただその中でなんか、はい、レナ太ったなとか、ちょっと太ってませんかとか、幸せ太りじゃないですかみたいなことなんかちょこちょこありまして、はいはいはい、私は痩せなきゃいけないなと。レナが傷ついております。そう、悲しい。まあでも確かにそうです。クリスマスから5ヶ月ぐらい経ってどんどん太りそうだね、まあ2人ともだよね、2人とも見えたかも丸くなき世界一周終わって日本でね、うまい飯食べて、そう、食べ物が美味しすぎてどん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 成長しております。で、まあ今日のビデオはちょっとダイエットに入りたいと思うので撮ります。おめでとうございますダイエット開始です。はい、ゴールデンウィークがちょうど終わりましたので今日からダイエットを始めたいと思います。やりたいことがこれから3日間全く食べずに水分を取るだけでディトックス的な悪いものを全部体から出して、それから3日後炭水化物抜きのダイエットを始めたいと思います。で、こちらのビデオはその3日間何も食べずにどうなるのかなということをちょっとビデオにしたいと思いました。何も食べない、砂糖とか入ってる飲み物とかもフルーツジュースとかも全部抜きで、はい、お茶とお水だけ。頑張ってください。はい、頑張ります。僕はね、普通に仕事してるのでそうだね、あの断食なんてやってしまったら力がない、頭働かずにパフォーマンス落ちてしまうので、レナを優しく見守るっていう、ありがとう、立場で頑張りたいと思います。本当に優しく見守ってくれるのかなどうでしょう。早速始めたいと思うので、まずは体重チェックをしたいと思います。普段は朝も食べないから今のところはまだ全然平気です。1時半になりました。お腹が鳴り始めました。なんかお昼食べたいってお腹が言ってるよ。つらい。お水しか飲んでない、今のところ。頑張ります。熱っ、あー、ラーメン、赤いキツネあ、いい匂い。あ、よかったことにあまりに酔わない。いただきます。グーテンアペティ。グーテンアペティ。何をやってるの、やめて。匂いだけでもあの気晴らしに、匂いでお腹を膨らせれるかなと思って。笑顔よ。食べたくなっちゃうでしょ、やめて。うん、おいしいお水。うん、まい。おお、お水。ああ、おいしいお出汁午後の5時ぐらいになりました。お腹空いてる、お腹空いてる、お腹空いてる。お水は完全に飽きてしまいました。今からはヨガをやろうかなと思いました。でも別に今日まだ何も食べてないから力とかも入らない気がするので、ディトックスヨガ、こうツイストしながら、内臓を動かしながらこう悪いことを出すみたいなヨガを20分ぐらいやろうと思います。めっちゃ気持ちよかった。ちゃんとなんかリラックスできたけど、意外と弱く感じてない、軽く感じてる。今のところも別にお腹減ってない。もうちょっと頑張りたいと思います。1日目の夜9時です。最後に食べてから24時間経ちました。お腹が空いてる。思ってた以上に辛い。これは72時間続けれるか分かりません。今日の夜に寝れるか分かりません。ああ、
ございます。何も食べなくて2日目のお昼です。なかなか疲れが取れなくて11時まで寝ました。別にお腹が空いてないけど、なんか体がだるい感じがする。もうちょっと頑張ります。やる気が出ないんですけど、力が入らないんですけど。すごいね、でもゲームはできるね。ゲームは頭が回らなくてもできる。2日目の夜です。48時間何も食べてない。ただただ辛い。諦めたい。ちなみに今日やったのが11時に起きて、1時間2時間ぐらい仕事しようとして、頭がブワーっとしてて何も仕事ちゃんとできてなくて、ぼーっとして、もうちょっとぼーっとして10分ぐらい頑張ってヨガをやって、もうちょっとぼーっとずっと食べ物について考えてます。最初に食べたいものも考えてます。食べ物しか考えられない。もうちょっと頑張ります。かわいそうだね。うまそうだよ。あとめちゃくちゃいい匂いするんですけど。あれだね、分かった、いいこと思いついた。データに匂いがいかないようにここで扇風機をつける。いや、行くよ。何を考えてるわけか。高め優しさ。いや、何も優しくないよ。で、なのに匂いがいかないように扇風機でこう、こっちにふわーっと流してる。ふわーそう、私の方にふわーっと流してる。めちゃくちゃ匂うよ。本当に？もちろん。どうすればいいの？諦める。2日目の夜なんですけど、見ないで。見るな。これはめちゃくちゃ美味しそうだな。めちゃくちゃいい匂いする。うまそう。食べる。諦め。48時間後に諦めることを決めました。今から体重を測って、美味しい美味しいご飯を作って食べたいと思います。でもこれからも炭水化物抜きでいきたいと思うので、もちろんご飯もじゃがいもサラダもなし。2日間で 1.5 キロ減りました。まあこれはすごいなと思うけど、明日からダイエットしてそこから体重を減らしたいと思います。サンドイッチじゃなくてラップを作りたいと思います。もう今日ずっとこれについて考えて、炭水化物抜きのラップだから、サラダとトマトとかハム、チーズ、オニオン、卵、マヨネーズとかを乗せて食べる。超弱いよ、見て。めっちゃ震えてるじゃん。やば、やめた方が良かったよ。早く食べないと。早く食べないとエネルギー切れて倒れるんじゃない？これ今からラップして食べようと思います。ラップラップラップ、卵が逃げてる。ラップラップラップ。食べよう。いただきます。もう待てない。本当にいいの？断食？もう待てない。信じられないぐらいうまい。あれほどうまい食べ物食べたことない。2日ぶりだからね。半分俺にちょうだい。半分俺にちょうだい。ダメだろ。見てたら美味しそうになってきた。俺にちょうだい。やった。
全く食べないことは今これで終わってるけど、明日からもダイエットを続けて、力がない、やばい頭全然回ってないんじゃない？回ってない。明日からは炭水化物抜きダイエットで続けたいと思います。頭が回らない。この動画が面白かったならいいねボタン押してください。太ってるなと思ってた方はいいねボタン、いいねボタンを押してください。いいねボタンいっぱい来たらそれ困るよ今のはなしまだチャンネル登録してない方はぜひサブスクライブしてください。また次の動画で会いましょう。はあ、もう無理。